いやなこっちです。人生レゴビルだよ。ひらひら。はい、今回紹介するレゴはこちら。レゴスーパーマリオ、花ちゃんとフリフリアクションチャレンジです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらは去年の1月に発売されたレゴスーパーマリオです。ほぼ1年放置してました。はい。はい、箱の後ろはこのようになってます。では、開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で6つと、紫のプレートパーツが2枚と、説明書が1冊です。レゴスーパーマリオの説明書は専用アプリの中に入ってます。はい、それでは、花ちゃんとフリフリアクションチャレンジを組み立てます。完成！花ちゃんとフリフリアクションチャレンジです。おお、今回のセットは割と思ってたよりすごい大きいです。てっきりちょっと小さいかなって思ってたんですけど、そんなことないですね。結構でかいです。ちなみにこのステージは毒沼ステージとなってます。はい、一回全体をザクッと見るとこんな感じです。はい、今回のコースに付属するキャラクターについて紹介します。左から、はなちゃん、パタパタ、クリボーです。まずは、このクリボーから見ましょう。はい、全体は、このようになってます。クリボーについてはいつも通りですね。今回クリボーは右上を向いてます。はい、続いてはこちらのパタパタです。全体は、このようになってます。
今回のパタパタの甲羅の色は赤色です。個人的にこれパタメットに見えちゃうなはい、パタメットと比較するとこんな感じです。やっぱ似てますね。では最後はハナちゃんを見ましょう。まず思ってたより結構長いです。横はこのようになってて、後ろはこのようになってます。今回このハナちゃんの完成度はめちゃめちゃ高いです。ただ個人的に残念なのはこれ頭部がこんな感じで倒れちゃうんですよね。これについてはギミックの都合上なので、まあこれは仕方がないと思います。でさらにこの花ちゃんは、はい、ご覧ください。このようにグネグネと動きます。これはゲームに近いように作られていて素晴らしいです。あ、そういえば DS のマリオででっかい花ちゃんに乗るステージありましたね。あれを思い出します。でさらに言うと花ちゃんは踏んづけちゃうと真っ赤になるんですよね。ちなみに怒り状態だと上の鼻が取れて全身真っ赤になります。いつかは怒り状態の花ちゃんも出てほしいです。はい、そして今回のステージに付属するアイテムブロックは無敵ブロックになってます。そういえば僕無敵ブロックって持ってたっけ。いや持ってなかった気がするな。あのこれ作って思ったんですけど、無敵ブロックのシールのスターが白色なんですよね。あのちなみにこれは元からだそうです。せめて星は黄色にしてほしかったです。はい、そして今回のステージはギミック盛りだくさんでとても面白いです。まずこのリフトで花ちゃんをこのように動かして、ここのレバーに当たると橋が出てきます。じゃあ一回手動でやります。あれ、はい、こんな感じです。何気に僕はこのギミックが結構好きです。で、この橋にいるクリボーを倒して、この動くイカダを乗って、ここにあるスターを取って、パタパタを倒していきます。ちなみにステージはすべて毒沼になってます。実際のマリオだったら落ちたら一発アウトです。では一回レゴマリオなしで遊んでいきたいと思います。ちなみに遊べる範囲は、ハナちゃんを動かして橋を展開するだけです。ちなみにハナちゃんはこのように動きます。このハナちゃん結構滑らかに動きます。ちなみにこのレバーに当てるコツは、このリフトを思いっきり動かします。では行きます。はい、成功です。あ、これは結構楽しいです。レゴマリオタイム。あれ、レゴマリオタイム。はい、ではレゴマリオとレゴルイージを使って遊んでいきたいと思います。まずはレゴマリオを使います。ちなみにこちらのリフトとイカダの音声なんですけど、おそらくマリオの BGM が流れると思います。では行きます。おお、これ確かスーパーマリオランドの BGM だった気がするな。ではこのまま動かします。お、橋が開通した。でクリボーを倒します。でその後イカダに乗って、イカダは BGM 鳴らないんですね。イカダが動いてる音が鳴ります。じゃあこのままスターを取ります。おお、無敵の BGM だ、これすごい。じゃあ2回目以降は、あ、二回目以降はもう取れません。じゃあこのまま渡り切って、パタパタを倒します。はい、こんな感じです。では続いてはレゴルイージを使います。ちなみにこのリフトに乗せる際は、つま先を台座に乗せて、このまま押し込みます。では行きます。あ、ルイージも基本的にマリオと一緒です。で、クリボーを倒して、ボートに乗ります。じゃあ、この状態で無敵を取ります。
はい、こんな感じです。はい、レゴスーパーマリオ花ちゃんとフリフリアクションチャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオ花ちゃんとフリフリアクションチャレンジを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたこちらのセットはめちゃくちゃ面白かったです。まずコース自体が思ってたより大きかったのと、あとこの花ちゃんの完成度がめちゃくちゃ高かったことです。いつかは怒り状態の花ちゃんも出てほしいです。で、あとはこのリフトを動かして橋を展開するギミックがめちゃくちゃ面白かったです。ちなみに来年発売される新しいレゴスーパーマリオの新作コースはなんと海のステージです。てっきり雪のステージかと思ってたんですけど、まさかの海ステージでした。まあ、気になったものがあれば買って組み立ててレビューしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。